1>, 1番大学で男の学生と女の学生が話しています男の学生はプログラムの何がいいと言っていますか マリアさん、エレベーター前のポスター見た正月を仲間と過ごそうっていうタイトルのいえ、何ですかそれ留学生と日本人学生が集まって年末年始を一緒に過ごすんだよいろんな行事とか体験しながら大学のゲストハウスに4日間泊まって食事付きで5000かなへえ、面白そう私、今年は国に帰らないし 参加してみようかな。4日で5000円っていうのも安いですね。うん。僕も参加したことあるけど、よかったよ。いろんな人と知り合えて。マリアさんにおすすめだよ。じゃあ、早速資料をもらってきます。男の学生はプログラムの何がいいと言っていますか